六甲トンネルは兵庫県の六甲山を貫く山陽新幹線の新大阪駅から新神戸期間にあるトンネルの名称1970年10月2日貫通1972年3月15日より共用開始長さ16,250メートル山陽新幹線の西の発着駅が岡山までの暫定開業期間当時には日本一の長さであった トンネル区間は西宮市上高東園4丁目神戸市、中央区熊内町7丁目までであり神戸川、出入り口は新神戸駅に面している。並行する東海道本線沿線地域は古くから住宅密集地帯であり、騒音郊外や用地買収のコストの問題もあって、東ト,トンネルが掘削された。なお、ルートに関しては、 六甲山の北側を貫くルートなども検討されたが、神戸市中心部を外れることもあって、現在のルートになったとされる。六甲山には、大小の断層破砕帯が縦横に走っていることから、地質を調べるため数多くのパイロットトンネルが掘られた。実際に、この六甲トンネル掘削は大変な難工事となり、工事中は何度も地下水の吹き出しや崩落などに見舞われたほか、 16名の犠牲を払うこととなった。2010年3月からトンネル内でも携帯電話が使用可能となった。もともとトンネルが多く電波の通じない箇所が多かった山陽新幹線において電波状況を改善するためその対策として工事が行われたものである。新大阪駅から姫路駅までの間連続して 携帯電話の通話を可能とするもので、六甲トンネル含めて6つのトンネルが対象となる。対象となる携帯電話会社は、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、E モバイルの4社。その後、姫路駅から先のトンネルでも順次使用可能となるよう工事を進め、2016年12月22日より、全線のトンネルで使用可能となった。 鶴株と車高現在、JR 西日本の管理する新幹線変電所のある付近の神戸市名田区、鶴株と団地の東側に高校が1967年8月に設けられた。長さは447メートルの車高、工事開始後5ヶ月が経過した1968年1月26日、掘削275メートル地点で破砕体と遭遇、大量の土砂噴出が発生し、 毎分100リットルの出水が起こった。さらに、霧波上部からは、毎分4トンの大量出水と土砂と共に吹き出し、校内も水没、トンネル作業員は腰までつかり泥水の中を泳ぐようにして避難したという。この後も、再三の出水にも見舞われたが、薬液注入などにより、地盤を補強し、 安定させた上で軟弱地盤に対しての工事を進めたが、車高部分のこの447メートルだけで貫通までに約13ヶ月間を費やし、その後本工工事に着手した。アシ屋ア車高1968年3月24日、芦ア屋ア市アシ屋ア川上流の荒地山近くにある高校から300メートル程度のところを掘削中に断層に当たり、高圧の有水帯で、 大量のヘドロ状の出水が発生した。断層破砕体であり、調査校や多くの水抜き校を設けて対応するが1969年1月24日に、同断層を突破するまで約10ヶ月間を要した。六甲山特有の南室の花崗岩と破砕体に大量の出水が重なり、大変な難工事の箇所でもあった。このほか、西宮市では、西宮川トンネルで入り口、 上が原横港、紅葉立港や北山社港、神戸市では、マヤ社港、春日野車社港と神戸川米入り口など、複数場所からの掘削工事により完成、竣工に至った、地質調査などの調査港や迂回港、水抜きのためなどの放射線上の多数のボーリング港など、このような本港を大きく上回る長さの多種の掘削方法や広報で掘削された道トンネルは、 山陽新幹線工事士によると、六甲方式というトンネル施工方法と命名されており、当時の最新技術をもってしても大変な難工事であった証とも言える。現在、工事で使われていた車高などは一部を除き、並行されている。トンネル入り口の真上には、六甲トンネル貫通と山陽新幹線の開業を記念して公園が作られている。ここには、 トンネル工事中の犠牲者の使命を記した慰霊碑が建てられている。金網号市からは、阪神平野を一望でき、また高速でトンネルに出入りする新幹線列車を間近で見ることができる。JR 西日本が2018年12月5日、未明に同トンネルの補修工事の一環として、トンネルの天井にモルタルを流し込む工事を実施。ところが、直後の同日午前に、 兵庫県西宮市から、トンネルから白濁した水が流出し、川で魚が浮いているとの連絡があり、同社で調査したところ、同市内の塚戸川が白濁し、工事で使用したモルタルと似た物質が検出された。また、小約150匹の死骸も発見された。同社は、原因が特定されるまで、補修工事を中止することにしている。ありがとうございます。